海上自衛隊には、対潜水艦船に B3C を導入し運用していますが、導入当初の海上自衛隊内の演習では、B3C ショックと呼称されるほどの高性能を見せつけた名機なんです。今回は、そんな海上自衛隊の B3C 哨戒機での対潜水艦船に注目し、詳しく見ていきますね。B3C ショックと呼称されたのは、58海縁の時でした。最新鋭の P1 哨戒機への世代交代が進んでいます。退役やと、フィリピンやマレーシアに供与されるかもしれません。地理的に、国の周囲を、広い領海と排他的経済水域に囲まれた環境下にある我が国、日本では、それらの海の確実な監視の実施を、安全保障上の大きなポイントとしており、その中核を担うものとして、哨戒機を運用している。航空自衛隊が保有、運用する哨戒機は、昨年2023年度末の時点で、一つ、前の P3C が35機、最新の P1 が34機と機体数は拮抗しているが、今後は、後者の配備が進むのと並行して、前者は、退役が加速する状態ではある。しかし、最新型で、かつ国産機でもある P1 哨戒機も、最大で、70機の調達が現時点では計画されてはいるものの、すでに一部で導入が開始されたシーガーディアン等の無人航空機等によって計画数は下方修正される可能性も指摘されている。そうした状況下にある日本の航空自衛隊の哨戒機ではあるが、今回は日本での初導入の1983年から、すでに今年2024年で43年目に突入しながら羊田第一線で防衛を担う P3C について振り返ってみたい。P3C は現在のアメリカの航空、軍需企業として F-35 ライトニング2などを手掛けるロッキード・マーチン社が未だロッキード社であった1950年代後半にアメリカ海軍の要請に応じて開発したことに端を発する。ここでロッキード社は自社が製造を行っていた旅客機である L-188 エレクトラをベースにアメリカ海軍の要求に応える追戦哨戒機として最初に P3A を開発、1962年に正式採用を勝ち取るに至った。その3年後の1965年には P3A の機関部をさらに強化した P3B がアメリカ海軍に実戦配備されたが、旧ソ連を盟主とする東側陣営とアメリカを盟主とする西側陣営が激しく軍備を競い合ったこの時代、さらなる改良型の開発が続けられた。こうして開発が行われた機体は P3C と名付けられて、1968年に初飛行を成功させた後、翌年の1969年にはすぐに実戦配備が開始され、最終的には日本を含む20カ国以上が採用を行う西側製の哨戒機として最も成功した機体となった。P3C では、その当時、これらの機体が対潜哨戒機と呼称されていたことからも明らかなように、敵の潜水艦を早期に探知、発見することを主眼に大きく、その能力を向上させており、その後もアップデートを続けていった。具体的に、P3C は、機体から海面に投下するその部位の能力強化、機体に搭載する各種のレーダーやセンサー、そこで収集された情報の処理能力の強化、それに加え地上に設置された遊軍設備とのデータ連携が可能となった。これにより、P3C は単体単機では当然成し得ない敵潜水艦の探知、発見を実行することが可能となり、自らが搭載可能な追戦兵装の運用能力もより精度を増すことを実現、多くの西側諸国の中で、対潜哨戒戦力の中核の地位を築いた。P3C は、乗員が11名、全長が 35.6 メートル、全高が 10.3 メートル、翼幅が 30.4 メートルの機体を持ち、基本離陸重量が 56,000kg、最大離陸重量が 63,390kg で、4機のターボプロップエンジンで、巡航速度が 607.5km で、航続距離が 6751km に達する。前述したように、P3 シリーズは、旅客機の L-188 エレクトラをベースとしていたため、機体内の居住性に優れ、搭乗員の負荷を減らせた上、
日進月歩で進化する推薦紹介用の設備を追加可能な拡張性にも対応ができた。ただし、旅客機の L188 エレクトラがベースとなったとはいえ、B3 シリーズでは、対戦哨戒機として運用するために、胴体や主翼などの箇所が再設計を経て製造されており、軍用機としての用途への対応が図られている。具体的には、胴体については、機体の後端部分に、対戦哨戒用の MAD 磁気探知装置を運用するための変更が行われたほか、先端の機種もオリジナルよりも少し短く修正されており、任務への最適化が行われたことが見て取れる。主翼の設計変更も、対戦哨戒機としての兵装を搭載すべく実施されたもので、翼端部に3つ、胴体部に2つのハードポイントが設置され、前者にミサイル類、後者に電子戦用の各種機器を取り付ける仕様となっている。こうしたハードポイント以外にも、B3 シリーズには、前方部分の胴体下部にウェポンウェイが設けられており、航空機用魚雷、航空機用爆雷、航空機用機雷も実装することが可能で、哨戒任務に止まらず攻撃も担い得る。B3 シリーズはこれまで見てきたように、アメリカ海軍の要望に応じる形で対戦哨戒機として開発された機体ではあるが、搭載する設備の高度化によって、多様な任務への従事が可能となったことから、海上自衛隊では、呼称を哨戒機へと変更している。海上自衛隊においては、B3C を、1983年3月末に、神奈川県の厚木航空基地を拠点とする第4航空軍に、まず6機を導入、その例下に第6航空隊が編成され、対戦哨戒機として部隊運用を開始することとなった。ただし、この海上自衛隊への B3C の導入が、当初より円滑に行われたのかといえば、実際にはそうとも言い切れず、アメリカ側としては、自国の最新鋭の対戦哨戒機である、同機を安易に日本に供与することを躊躇した形だった。しかし、旧ソ連の戦略型潜水艦による核攻撃の脅威の深刻化を受けて、1972年以降に、アメリカ側は態度を変え、日本への P3C の供与を承認する方向へと政策を転換。激化する冷戦構造が後押しをしたと言えるだろう。そうして紆余曲折を経ながらも、1983年3月末に前述したように、海上自衛隊での運用が開始された P3C だったが、同年に行われた同体の58海演において、かつてアメリカが日本への同機の供与を躊躇した理由が証明された。この時の58海演において投入された配備から間もない P3C は、当時の海上自衛隊が運用していた潜水艦のことごとくを探知、発見し、撃破の判定を下す結果を実現、まざまざと、その実力を見せつけ、それは、P3C ショックと形容され、今に伝えられている。58海演における P3C ショックを機に、海上自衛隊では、以後の潜水艦に対し、従来以上の静粛性が必要となることを痛感し、1987年から建造を開始した春市、小型以降、その教訓を取り入れた新型潜水艦の調達を推進した。さて、そんな大きな衝撃を海上自衛隊に与えた P3C だが、同隊では、3機の完成品をアメリカから調達。以後は、川崎重工業者によるライセンス生産を行い、それによって98機が製造され、随時の配備が行われた。現在の海上自衛隊では、川崎重工業社製の国産の P1 哨戒機を、2013年3月末から運用を開始しており、残された P3C も、徐々に退役を行っていく予定となっているが、それらの機体を海外に供与する案も浮上している。ただし、2024年現在、この海上自衛隊を退役する P3C の海外への供与は実現はしておらず、かなり有望な候補と考えられていた中にフィリピンがあったが、運用も容易でメンテナンスコストも低い現ホーカービーチクラフト社の TC90 がその座を射止めた。また、マレーシアも P3C の海外供与先として検討が行われていると伝えられているが、こちらも確定はしていないもののフィリピン同様に、
南シナ海における中国軍の脅威の増大を受け、可能性を残している状態だ。海上自衛隊における P3C は、最盛期には100機近くを運用していた計算となるが、同時期の本国のアメリカでもおよそ200機ほどの運用数だったことを鑑みれば、いかに日本がこの分野に注力していたのかが忍ばれる。今の日本の最大の仮想敵国は、かつての旧ソ連、現ロシアから中国へと移り変わってはいるが、P3C 等の哨戒機の任務の重要性は変わることなく、むしろ、その比重を上げていると個人的には思えている。